ただきました。でもすごいいつも人がいっぱいやし、結構混んでるんで、大阪で唯一もうディスコとして遊べるお店だったんで、なくなったのが残念ですね。この箱がなくなるの非常に寂しいですね。また新しいこういった箱ができることを願っています。若い DJ ばっかりですけどそれぞれちゃんと成長してくれて、で、いい思い出を残してくれてます。もう全てが思い出やね。とりあえず酒がうまいのと女良かったね。もうこれがもう君やね。お気に入りは門道さんですね。門道さん、松岡さん、よくさん、八木さんとかハウスばっかり。天宮四郎最高。ゆうせいさん、小林さん。一番印象に残ってることちょっと兄貴から聞きましょう。あ、俺からかんの、はい、いきなり有名人もよさん来るやん、はい、本当にスポーツ界から、あと何ていうの、映画のスターとか、柳橋、柳葉ちゃんはもう、うちからまた予想見せない連れてくぐらいの仲良くなったし、おお、あけぼのとも一緒に呼んだよ。すごい、どっちなんか一番回しになってきましたね。いや、思い出やからね。いい思い出やもんね。いい思い出やろ。佐藤ちゃんは、私はね、クーのレストランでポパイ兄貴にカツオのたたきをご馳走になった時のたたきがうまかったな。シャンパンも抜いたったんじゃないか。確か美味しかったね。俺ケチに生まれねえやん。あんたの思い出ないか、あの回。僕はやっぱり何言っても去年の大晦日にね、何人入るやろうって予想してた時に、みんな1000人ぐらいちゃうかとか1200人ぐらいちゃうか言ってて、2400人入って、ほんで控え室みたいなとこがあって、そこにパッて言ったら窒息しそうなお客さんがなだれ込んできてて、女の子が「あっ」って「何やろこれ」みたいな。そこまで行かんとも人がいる場所がないぐらい、あんな入ったの初めてやったから、ものすごい印象残ってる。僕はもうね、こう思い起こせば、そうクラブとかね、ディスコとかの下積みとかね、師匠とかが、ね、いてないところで僕パッて入ったのがクラブクーやったからね。でお客さんとかで行くにはすごいハウスとかのいい音で、すごいナイトカフェ好きやったから、ね、遊びに僕飲みに行ったりとかしてたんやけど、出る側になる時にすごいなんか悩みながらやってたから。そうだね、最初悩んだもんね、うん、そうそうそう、これで演歌とか、そう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 、まあ、それでもいい経験だったし、まあ、自分がこう大人になれた場所がクーではないかと。なるほどね。って感じですね。いい感じやね。いい思いですね。そう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 。なんでなくなんねん。閉まると残念ですね。またやってほしい。皆さんお疲れ様でした。どうもありがとうございました。長い間。デビューしたのがね、ここなんですよ。セカンドなんですけど、ちょっともう感慨ひとしおで。クーとは、はい、はい、大箱が好きな僕にとっては唯一なんかこう自分全て出せる箱やったんで、なくなるのはすごい悲しいです。
But when night falls, but the music, that sunrise, and that sunset, that sunset. じゃあね、あの、クーの顔を見なかったマナムさんに最後ちょっと、ね、メッセージをね、そうバンと言ってもらいましょうか。はい、バンと。これで終わりじゃないんで、うん、クーの店はなくなっちゃいますけど、例えばイベントであればグランカフェの方でもどん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 やっていきますし、でもちろん次の、ね、計画もありますので、その時はまたヤマンで発表していただいて、僕らがこうクーの、ね、思い出話する以上にこうお客さんも絶対あっこはかっこよかったよっていう、ね、話になってると思うんでね、うん、働いてて 思ったんですけど、まあ、かっこいい言い方したら伝説になったんちゃうかな、かっこいい、だってまあ、いなかったなと言うけど、俺がおったらやっぱ終わらへんよ終わらへん ね、ヤマンを見てる方々もですね、そうですね、僕らをまた捕まえてグランカフェかなんかで食うの思い出話にしてみましょうか、はい、そうですね、はい、はい、というわけで今日はファイナルを迎えてしまったナイトカフェ食うから皆方学ぶさんでした、いや、ありがとうございます、またどこかでおめでとうお疲れ様です、お疲れ様です、春は陽気に楽しもう、クラブインフォ